皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディイバスタの時間です。この動画は中学校3年生の数学三平方の定理6時間目の内容です。この時間は9時間あるうちの6時間目空間図形における三平方の定理です。この時間の目標は空間図形のいろいろな長さを求めるになります。それでは始めていきます。まずは例題です。直方体の対角線。 BH の長ささを求めなさい三平方の定理を使うために求めたい bh が斜辺になるような直角三角形を利用しますただこの直角三角形のうち x と3は表していますがもう一つの fh の辺は分かっていませんそこで分かっていない fh の長さを y とします Y のの長さを求めめるために底面の赤い直角三角三形を利用します赤い底面の直角三角形は Y と2と43つが分かっているので Y の長さを求めることができますまずは底面の赤い直角三角形について考えていきましょう3つの辺の長さが y、4、2斜辺が y になるので Y 乗イコール4の2乗足す2の2乗計算をしていくと2ルート5となります次に青い三角形についてですが x と3は分かっていますもう一辺は今求めた2ルート5を使いましょう斜辺が x になるので x 乗イコール3の2乗足す2ルート5の2乗計算をしていくと bh の長さは ルート √29 とということがわかります。ちなみに各辺の長さを abc とした場合先ほどと同じように対角線の長さを求めてみると面白いことがわかりますまずは赤い三角形で2つの辺の長さが b と c 斜辺が y になるので y=b+cy 乗乗乗。C 乗 y、の長さは √b+c 乗 c 乗になります青い直角三角三形では、 辺の長さが a と x それと今求めたルート b2 乗す c2 乗を使います斜辺が x になるので x2 乗イコール a2 乗√す b2 乗す c2 乗の2乗計算をすると x は√ a2 乗す b2 乗す c2 乗という式になります a と b と c を使って表されたこの√ a2 乗す b2 乗す c の2乗 これが対角線の長さを表しているので計算をするとき各辺の2乗 ABC この2乗を足してルートをつけることで対角線の長さを求めることができます先ほどの例題で確認をしてみましょう3つの辺の長さが 3cm4cm2cm となっているので 対角線の長さは3の2乗足す4の2乗足す2の2乗にルートをつけたものになります。ここで出てきたルート29というのは bh の長さと同じになっていることがわかります。直方体の対角線であれば公式として利用することが可能ですので積極的に使ってみましょう。では問題です。それぞれ対角線の長さを求めましょう。動画を一度止め、解き終わったら再生しましょう。 では解説です。カッコ1は3つの辺の長さが3、5、4となっているので、ルート3の2乗足す5の2乗足す4の2乗計算をすると5ルート2。カッコ2は1辺が6センチメートルになっているので、3つの辺の長さがすべて6になります。ということで、ルート6の2乗足す6の2乗足す6の2乗計算をすると6ルート3となります。 ちなみに計算方法の補足としてなんですが6の2乗が3つあるので計算をして108とするのではなく6の2乗が3つというふうに表すことで6ルート3というふうに簡単に計算をすることができます参考にしてみてください次の例題です底面の半径が 5cm 母線の長さが 13cm の円錐の体積を求めなさい 体積を求めるためには、この円錐の高さが必要です。高さを含む直角三角形を利用して考えます。直角三角形の高さを h とすると、斜辺が13になるので、h の2乗たす5の2乗イコール13の2乗。計算をしていくと、h は12となります。円錐の高さが12と分かったので、5×5×π×12×3 分の1という式ができます。 5×5×π の部分が底面積12が高さ衰退なので体積は3分の1をしましょう答えは 100π 立方センチメートルとなりますちなみにここで V というものを使っているんですが一般的に数学では V= イコールという形で式を作ると体積を表していますまた面積を表す時には S= イコールというふうに式を表すことが多いので覚えておきましょう ここで平方数を紹介しておきます自然数の2乗で表せる数を平方数と言います 1×1 から 9×9 までは九区の中にあるので誰もが覚えています11以上の数についてもよく出てくる数は覚えておくといいでしょう11から15までの平方数はよく使いますまた11や13は素数なのでその平方数である121と169 この2つの数字は特に重要です。計算をしていて、ルート121やルート169これを答えで11、13と直さずにそのままルート121、ルート169をそのまま答えとして使ってしまうことが考えられるので注意しましょう。計算過程でルート121やルート169が出てきた際に、 それを十一や十三に直さずに計算をしてしまうことが考えられるので注意しましょう。問題です。汚染の長さが六センチメートル、高さが四センチメートルの円錐の体積を求めましょう。動画を一度止め、解き終わったら再生しましょう。では解説です。もう図の中に直角三角形が見えてますね。斜辺の長さが六センチメートルになるので、R の二乗足す 4のの乗乗イコール6の2乗という式が作れます。計算をしていくと底面の半径 r の長さは2ルート5となります体積を求めるので半径×半径×円周率これが底面積になり高さが 4cm 衰退なので ×3 分の1をします体積は3分の 80π 立方センチメートルとなりますでは次の問題です 底面が一辺 6cm の正方形他の辺が 5cm の静止角錐の体積を求めましょう動画を一度止め解き終わったら再生しましょうでは解説です静止角錐の体積を求めるために OH の高さが必要だということはわかりますね OH を含む直角三角形を考えたいのですが底辺である AH の長さもわかりません ということで、まず AH を含むような平面を考えます。底面の正方形 ABCD を考えます。一辺が 6cm の正方形になっているので、対角線の長さは1対ルート2の関係になっているので、6ルート2。AH の長さは対角線の半分になるので、3ルート2となります。高さを含む三角形 AHO、 斜辺の長さが 5cm になっており、今求めた AH の長さが3ルート2。高さを H とすると、斜辺が5になるので、H の2乗足す3ルート2の2乗イコール5の2乗という式ができます。計算をすると、高さがルート7となります。最後に体積を求めるので、底面積が1辺6の正方形。高さがルート7。衰退なので3分の1をします。答えは、 12√7 立方センチメートルとなりますこの時間を振り返りましょう空間図形でいろいろな長さを求めました直方体の対角線の長さを求める場合三平方の定理を2回使いましたまたルート a2 足す b2 足す c2 という公式を使うこともできました円錐の問題の場合にも三平方の定理が利用できました以上でこの動画は終わりになります 次の時間は7、空間図形の表面を通る最短距離の問題です。6時間目お疲れ様でした。最後までしっかり学習してくれてありがとうございました。